新潟の旅来たなおはようございます。今日4日目です。これから野球をするそうです。おはようジャガー。おはよう、うん、ジャガーおはよう。今日どう調子？今日調子バッチリだよ。あ、バッチリ。おはようございます。あのヨッシーです。よろしくお願いいたします。あ、おはようございます。高弘くん、私のこと覚えてます？覚えてます。ちょっとだけ。私ヨッシーです。ヨッシーさん。そう。元気ですか？そう、元気です。10年目以上ぶり。そう、あ、でもそんぐらいかな。結婚したの？え？しない。あ、おはようございます。おはようございます。市場の方だ。え、市場の方。市場の、うん、築地じゃないけど、まあ、豊洲の方。今日何人集まらん？今のところ9人。9人じゃん。え、危なかったわ。藤の木、藤の木。おー、久々。どうしたん？私か、それ。YouTube 投稿するのやめてください。なんでなんで、やだやだ。やめてください。なんでどうしたん？ YouTuber デビューしたくないです。なんで？だって。いいじゃん、サングラスかけてるから。色眼鏡かけてんだから。どちなみに俺、チャンネル登録してます。わかってるね。わかってる。めっちゃ見てるけどしてない。やめてください。そこしようよ。そこしようよ。続々と人が集まってきた。昨日ね、飲んだカズキくんとヒロキくんが来ています。大丈夫、あのほら動けばさ、ね動けば気持ち悪さも治るって。うちらだって君4時ぐらいまで飲んでたんだよ。え、どこだ？髪毛来た？誰？髪毛。髪毛ってでしょ。あ、来てない来てない。でしょ。いや、だってさ、来てない。明日絶対来ないって言ってたんだ。絶対来れないと思ったで、なんか電話したらしいんだって。そしたらさ、いや、出たらしいんだけど、ごめん、俺無理だって言ってだろうね。そうあ、そこにいる。え、どこ？え、ライトライトじゃない。めっちゃ顔来てる。だからそう、だって早かったもん、来んの。もう8時ぐらいに来てたんじゃない。あ、そう。うん、じゃあまた来るわ。ちょっと飯食いてからさ、
お疲れ様です。暑い。お疲れ様です。はじめまして、妖精です、私。妖精？妖精です。よろしくお願いします。お疲れ様です。でもね、お疲れ様です。はじめまして、妖精です。13年間やってんだよ。これを？うん。でね、今年はね、あんまできなかったけど、いつもはね、フラちゃんと人が。あ、そうなんだ。大丈夫、一人だけ沖縄の人いるんだけど大丈夫。沖縄、びっくりしたんだけど、沖縄の人かと思ってびっくりしちゃったよ。五反田の店来てください。あ、行く行く行く。なんだっけ、五反田のどこだっけ。肉とわざけバック。はい、オッケーです。宣伝しておきます。これからラーメン食べるぞ。今からジャスコにパンパンパン。ミノキサンダルポンポンポン。サンダルでポンポンポン。サンダルでポンポンポン。どういう意味？ああ、やばいかも。よし。スリッパでいいんじゃない？新年の湯にいただきまーす。俺なんかもう出てるよ、割れ目。これやばい。なんでやばい、なんでやばい。説明、何がやばい。やばい。何見えたん、ちょっと言ってみ。すごい真っ赤な。うん、何。アワビかと思った。アワビでしょ。うん。よく見て。ダメだよ。これ誰？これ誰？これ誰？この左の。こいつ本当がいたの？ちゃっかり。どうだった？麻雀。麻雀ね、もう無双。怒られたんだよね。怒られたね。なんかね、騒いでたらね、この柵のおじいさんにうっせえぞって怒られて。お前だ。うるせえぞ。おい、お前だ、うるせえぞ。さすが。めっちゃ美味しいあるじゃん、お前。見て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 。俺のビュー、ちゃっかり勝手に張り付いてあるじゃん。俺のだって、俺のだって分かるようにしてるじゃん。これが俺のだよ。じゃあ、あれはさ、マジ？いや、やばい。そういう性癖があったとしても、あれはゲームで負けて、うん、楽しかったね。高広が、俺のなんかみたいになって、なんか教えの中でなんか。最後まで行った。最後まで行ってない。行く感じになってさ、ちょっとやばいと思って、あ、もうやめようって。後輩の前でさすがに出せねえと思って。でも、俺、翔太の初俺と純平が立ち会ったよね。いや、思った。立ち合いじゃないの、立ち合いって。出産じゃないのよ。俺と純平と翔太で、翔太についてで、やばいってなって、ティッシュがねえ、ティッシュがねえって言って翔太の部屋の、なんか押し入れかなんかのティッシュ、ポケットティッシュか見つけて、それでなんとか助かったっていう。あ、出たっけ。出た何その考え。
おそらく翔太が初めたらしいっす。マリーゴールドを用意しました。このマリーゴールドっていうのはあれ。アイスクッティー、アイスクッティー、アイスクッティいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんばんはじゃねえ。この人数の9割買う気ねえから。今日のなんか感想じゃないけど、なんかね、みんなと付き合ってみたいと思った。ああ、なるほどね。あの、一週間デートしてみて。ああ、なるほどね。一人一人ね。どんな感じなんだろう。あ、それ面白いかもね。そう。あ、やべえ、こいつやべえ、辛食った。クリスの辛食った。辛食った目がいかれてない、ね、いただきました。なんだろうね、うん、今ね歌ってるけどね、今ね、どうせ、うん、なんか行くか行かないかで、ね、うん、来てるみたくてさ、うん、そうだよね。なんかいろいろあるみたいでね、うんうんうん、うん、行かないみたい。行かない、うん、行かないみたい。行かないみたい、うん、なんか違うとこ行くみたい、うんうん、なんか実家食堂って、あ、実家ってことね。発音がいい。実家、そう、実家ってそう、実家だからさ、確かに実家食堂。以上、2人イエーイ、うん、実家食堂には行きません。どうぞ、みんなグダグダするなら。そう、解散したら。ほら、もう帰っちゃうよ。ねえ、これで新潟の旅終了です。